L 読者の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。フリーアナウンサーの宇垣美里です。今日はですね、カバンの中身ということでこのカバンを持ってきました。マルジェラです。ふわふわしててすごく気持ちよくてお気に入りです。まあ、旅行がねできるようになったら1泊ぐらいできるぐらいたくさん入るんですけど、なんといってもこの質感がすごい好きで、なんか枕みたいですよねって言ったら怒られちゃうのかな。まあ、すごく好きです。中身いきます。よいしょ。なんだろう、鏡。これは長いこと持ちすぎていて、いつ買ったかも覚えてないぐらいなんですけど、この柄に一目惚れして買いました。やっぱなんか鏡はこのぐらいのサイズがあると安心します。ハンカチ、私はフェイラーのハンカチがすごく好きで、毎度毎度見つけたら買ってしまうんですけど、まあ、2、3年前にドイツにいた時ももうほんと業者買ってぐらいいっぱい買って帰ったので、家にはたくさんいろんな柄があります。続きまして、これね、ここがガバッて開くところがすごい好きなんですよね。あのカバンのここが閉まらないのがすごく苦手で、これはね、なんて言うんですか、アルコールスプレーですね。手元にシュッシュッてしてもいいですし、ちょっとなんか匂いが気になるなみたいな時にマスクにもシュッてできますし、ローズの香りがついてます。アルコール除菌できるので愛用してます。続きまして、あ、日焼け止めが、私は本当に日焼けが怖くって、日焼けをすると真っ赤になってしまうので、できる限り防御するようにしてるんですけど、こちらは顔用ラデュレのものですね。これもバラの香りがしてすごくいい匂いです。なんか顔周りのものはいい匂いじゃないとなんとなくこうつけなく結局なってしまうので、いい香りのものが好きです。で、これは体用で、めちゃくちゃ可愛くないですか。 EV です。尻尾もついてます。手足とかあの首周りとかもできるだけ塗るようにしています。で、せっかくだったら可愛いものを持ち歩きたいなという気持ちで EV です。続いてあ、これはキーケースですね。これも長いこと使いすぎてて、ちょっと年季入ってきちゃってるんですけど、だんだん皮が柔らかくなってきて、すごく私好みです。続きまして、財布。これも結構使ってるんですけども、どのぐらいかよくわかんないぐらい、2、3年、いやもっと、4、5年、まあ、使ってるんですけど、最近あんまりお金を、現金を使うことがなくって、割とピッてしちゃうことが多いので、このぐらい小さいものを愛用しています。深い赤色がすごく好きなので、持ってるものの色としてはちょっと多めかなという感じです。可愛いですよね、渋くて。携帯です。携帯はあの現場で携帯だけ持ち歩く時とかにいいので、あの首から下げる形を愛用しています。お家の中とかでも結構いいんですよ。もうこうたすき掛けみたいにして歩き回ると手が空くの で、どこに行ったっていうこともないので、非常に重宝しております。天ぷらっていう名前の、あの犬を飼っておりまして、この中に入ってるシールは友達があなたの飼っている犬に似ていると言われたので本当におとなしくて可愛い子なんですけど、たまにこういう顔します。うっていう顔します。これはご飯を持ってるのに待てって言われた時に、吠えはしないんですけど、吠えたら怒られるので、ただうっていう顔をする、その時の顔です。まあ分身みたいなかな、まあペットを思い出すシールです。続いてはこちら。基本的に本はいつも持ち歩くんですけれども、こちらはマーダーボットダイアリー、マーサベルズさんの作品ですね。日本翻訳大賞っていう、翻訳したものをの中でこう今年の一番を決めるみたいな賞なんですけれども、その中の最終候補にノミネートされている作品で、警備ロボットが主役なんですけど、何が面白いって自分のことを兵器って言うんですよ。あの弊社御社の弊社の兵に機械の木で、兵器はってちょっとへりくだっていうところがすごく可愛くって、兵器とあのウェポンの兵器とかかってて、馬、翻訳者さん馬っていう。はい、スパイチュー主食です。気を抜いたら一本丸々すぐ食べちゃうので、これ本当になんていうか自制心が試される食べ物だなとは思っているのですが、すごく好きです。もう大学生の頃から食べてて、友達といる時とかにこうふってカバンの中から出すと、あんたまだそれ食べてんのって言われて、まあ食べてるんですけど大好きなのでっていうぐらい好きです。大学生の頃から食べてます。あと、はい、これは本当に AirPods はすごく愛用しています。音楽聴きながら移動することもあるし、あとラジオ聴きながら移動することも多いので、その日カバンの中にイヤホンが入ってなかったら、しまった、すごく悲しい気持ちになります。
最近よく聴いている曲はそれこそ最近本当エヴァンゲリオンの劇場版を見終わりましたので、そのサントラをすごく聴いています。やっぱり鷺栖郎さんの音楽はめちゃめちゃクール、超かっこよくって、あの重厚感と何でしょうね、だからこその絶望感がブワーッと襲ってくる感じはやっぱりならではだなと思っております。あとはラジオは自分がアフターシックスジャンクションという番組に出てるんですけれども、私は火曜日担当なんですが、それ以外の曜日を聞いたりとかしています。そのエヴァンゲリオンつながりでいきますとね、こちらです。エヴァンゲリオンのペンです。アスカです。アスカ推しですね。私はアスカは本当に強くてかっこいい女の子だと思うので、幸せになってくれと思っています。はい、そしてポーチです。こちら先ほど好きだと言ったフェイラーの同じハンカチのブランドのポーチなんですけど、可愛いですよね。ちょっと年季入ってて若干汚いんですけど、触り心地もさすがフェイラーすごくいいのでにぎにぎしてます。ポーチの中身を出していきます。まずはこれはリップクリームですね。マックのグロープレイ、ブラックピンクのリサちゃんとコラボしたアイテムなので、ブラックピンク大好きで買わねばという気持ちで買いました。潤うのですごく使いやすくって、もう本当ノールックでククって塗れるので重宝しています。続きましてこちらはアンプリチュードのクリアリップコート。ちょっと出してさ塗るだけだから本当減らなくって、口紅とか塗った後にこれを塗ると剥げにくくなるし、マスクにもつきにくくなるという、コロナ禍ありがたすぎる商品でございます。愛用してますね。続いてはこちらジルスチュアートのイルミネーティングセラムコレクター、ハイライトなんですけど、このサイズ感がすごくよくって、ハイライトさえちょっと疲れた顔にさせばだいたい生きてる人みたいな顔になるので、私はすごくハイライトが好きで何種類も持ってるんですけど、このぐらいのサイズなのでピョって使える、おすすめ。続きましてセルボークのチークインフィニトリーカラーですね。こういう、練りチークとかがちょっとあると途端に生きてる人みたいな顔になるのでこちらも重宝しております。色はちょっとごめんなさい、使ってるやつだから汚くて申し訳ないんですけど、オレンジみたいな色でチークにもなるしアイカラーにもなるし、あと口紅にも使えるということでマルチにお役立ちです。続いて目薬を3種類持ち歩くっていう、これはもうしょうがないですね、ドライアイなのでこのぐらいないと不安っていう話です。で続きましてこちらがネイルオイル。髪を触ることが多いので、本とかもそうですし原稿とかもそうなんですけど、すぐ手が乾燥するし容易なことで切るんですよ、乾燥してると。であと髪で切るとすっごく痛くて、なので手先の保湿はすごく気をつけていて、かつその中でもハンドクリームを塗るってよりはネイルオイルを塗ってこうじんわり全体にオイルを広げる方が、個人的に好きで、いい匂いっていうこともあって、ウカのネイルオイルすごくたくさん持ってます。割といろんな種類があるんですけど、いろいろ匂いに合わせて今日はこれ持っていこうとか変えたりするのも好きです。これ時間じゃなくね、ブーケっていうやつなんですけど、時間のやつは24時55分だっけがすごい、ラベンダーのやつが好きです。あとこれ口紅ですね。モイスチャーリップスティックグロウ01番、非常にでも色がよくって愛用しています。なんか透明感のある血色感がじゅわっと出るような赤なので、割とこうまっさらな赤っていうかクレヨンみたいないい赤なのでいいんです。何にでも合うし、赤いんだけどくどくない感じがして私はすごく好きです。今日着てる衣装はタンのもので、私タンも実際プライベートでもたくさん買っててすごく好きなんですけど、生地感めちゃめちゃ可愛いですよね。羽生えてるみたいで、こういうちょっと変わった服が好きなので、あと本当に衣装とよく被るっていう問題があって、あ、それ買いましたみたいなことをよくスタイリストさんと話すことがあります。機動楽なので私はもうすごい服買います。どこに出かけるわけでもないのにいっぱい買います。でもその服を見るのが、もう並んでるの見るの好きだし、どれ着ていこうって考える時間がすごく好きなので、最近は本当仕事の時ぐらいしか着れなかったりするんですけど、早くお出かけ、気兼ねなくできるようになったらいいなと思っております。最近映画もう見すぎてるぐらいたくさん見ていて、本当に
あのやっぱ豊作だなって思うのと、最近は配信のものが多いので、あのたくさん見ることができていてありがたいなと思っています。劇場で見たもので言うと、まあ、新エヴァンゲリオン、ありがとう、さらば全てのエヴァたち、ありがとう庵野監督という感じでございましたし、ミナリという作品を見たんですけど、すごくよくって、あの実際作品賞にもノミネートされていますし、主演男優賞でも、あと助演女優賞でもいろんな部門であのノミネートされているので、それだけ世界が注目している作品なんですけれども、韓国系の移民の方がアメリカで苦労される話ではあるんですが、その家族がすごくよくって、多分皆さんの思い描く原体験のような家族っていうものをすごく描いていますし、特に出てくるおばあちゃんがすごく素敵で、ユン・ヨジョンさんっていう、もう韓国の大女優さんが演じてらっしゃるんですが、全然ねおばあちゃんらしくないおばあちゃんなんですよ。ちょっとやんちゃというか、あれ昔ちょっと悪かったんじゃないって思うぐらい、なんかこうちょっと飛んでる部分があって、孫に花札を教えたりとか、でも花札してる途中のね口がすごい悪いの、畜生とか子供の前で言っちゃダメみたいなこともたくさん言うんですけど、すっごく愛情深くて、その孫のことをどれだけ大事に思ってるのかっていうのがもう端々から伝わってきますし、それもひっくるめてすごく魅力的なあのおばあちゃんで、あ、自分の祖母に電話したいみたいな、そんな気持ちになるおばあちゃん像でした。ぜひ見ていただきたいなって思います。あとは、昨日見たのがビルビリエレジーっていうあの作品で、これは配信で見られるんですけど、まあ、家族がこう崩壊していって、娘は麻薬にどんどん溺れていって、でもう家族もみんなちょっともうぐれて、未来にも希望が持てない、勉強すらできる状態にない、だって勉強するお金がないんだもんみたいな、そんな家族を立て直すためにすごく一生懸命になるおばあちゃん役のグレン・クローズがすっごくよくって、大変お美しい、あのお綺麗なでもおばあちゃんでいらっしゃるんですが、ビリビリエレジーの中だと全然違うんですよ。え、こんなに違うって最初見た時に、あれ誰だって思うぐらい違って、でもそれが最後にあの実話をベースにしているので、実際の人物の写真が出てくるんですけど、実際のおばあちゃんとそっくりなんですよ。すごすぎない？もうなので、ちゃんと最後まで見てほしい。あの最後に出てくる写真まで見て、もう一つの作品だから、それを見て、あ、この人たちこんなにそっくりで、ここまでちゃんと忠実に再現してあの家族を描いていたんだってことが伝わってくると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。第93回アカデミー賞受賞式、生放送でお送りします。4月26日ぜひご覧ください。このコロナ禍だからこそ、本当に多分今後なかなかない形のアカデミー賞を見ることができると思います。どの作品賞も、まあ、どの賞も全ておそらく歴史の転換点になるような受賞があるのではないかなと期待しているので、皆さんぜひその歴史の目撃者になってください。今日は私物やバッグのまあ中身をいろいろご紹介していったんですけれども、皆さん楽しんでいただけましたか？大丈夫ですか？ついてこれてますか？私もなんか言ってる間にだんだん、あ、オタクの早口って感じって自分でも自覚していたんですけれども、でも楽しくお話しすることができました。またどこかでお会いいたしましょう。バイバーイ。